今日は自家製メンマを作りました。こんにちは、料理研究家のゆかりです。このチャンネルはいろんな料理のレシピ、そして役立つ情報をご紹介していくチャンネルです。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。今日は自家製メンマを作りたいと思います。ということで今回はですね、タケノコの水煮を使ってシャキシャキで美味しいメンマを作っていきます。ご飯のおかず、そしてお酒のおつまみにもぴったりなメンマを作っていきます。材料は手軽で作り方もすごく簡単です。ぜひ最後まで楽しんでみてください。それではどうぞ。それでは今日の材料をご紹介します。材料はこちらです。タケノコの水煮、お水、お醤油、料理酒、みりん、鶏ガラスープの素、お砂糖、ごま油。今回はこちらの材料で作っていきます。タケノコの水煮に関しましては、こちらスーパーでね、もう市販で売られているものを買っていただいても大丈夫ですし、あとは今の時期だと生のタケノコも売っているので、生のタケノコを使う場合は以前ね、私のチャンネルで生のタケノコの茹で方などもご紹介している動画があるので、そちらは概要欄に貼っておきます。その動画を参考に茹でてみてください。あと辛くしたい場合はここにラー油とか、あとは唐辛子を加えていただいても OK です。ということで早速こちらの材料で作っていきます。では作っていきます。まずね、タケノコを切ります。でタケノコなんですけれども、この根元の部分ですね、ちょっと黒っぽくなってたり、ちょっとイボイボしてるところが気になる場合はこちらをね、削り取ってください。まずこれをね、大体3等分かな、まあこれはタケノコの大きさに合わせてね、切ってください。3等分ぐらいに今回は切りたいと思います。よいしょ。はい、で今回は穂先、中央部分、あとは根元、このように3つに分けて切りました。でこの根元の部分、先ほども言ったんですけれども、こういった部分気になる時はこうやってね、包丁で簡単にスーッと削ぎ取ることができます。なので気になる場合はね、そこだけこうやってね、切り落としてください。ではね、まず根元から切っていきます。まあこのね、切り方に関してはタケノコの大きさもあると思いますし、お好みの切り方をしていただいて OK です。はい、じゃあこれをまずね、半分に切ります。でそしたらこれをね、大体まあ 5mm、7mm ぐらいの幅に切っていきたいと思います。はい、こんな感じです。さらにこちらも同じように切っていきます。このね、真ん中のこういう風になってるところは、つながってる部分だけ切り落とすとちょうどいい大きさになります。はい、こんな感じ。これが大きかったらこれをね、半分にしていただいても OK です。はい、根元はこのように切りました。続いて中央部分ですね。中央部分もこのように半分に切ります。まあこちらも同じ感じでね、切っていきます。はい、中央部分はこんな感じです。続いて穂先部分です。穂先部分はね、まず半分に切ります。でこれも半分に切って、で半分に切って、はい、で穂先の部分はこのようにくし切りにしました。このね、穂先の部分もお好みの感じで切っていただいて OK です。全部切り終わりました。で最後ね、ちょっと太くて食べづらそうだなっていうものに関してはさらにね、縦に切っていただくと食べやすい大きさになると思います。はい、タケノコの準備はこれで OK です。ではね、フライパンで炒めていきます。まずフライパンにごま油、そしてタケノコの水煮を入れます。そして火にかけます。で火加減は中火で、まずね、ごま油をさっとタケノコに回しましょう。このようにね、ごま油が回ったら、ここに料理酒、みりん、あとはお砂糖を加えます。そして混ぜましょう。このように一番初めに甘みを中に入れていきましょう。でこの甘みはですね、お醤油と同じタイミングで入れてしまうと中に入っていかないので、必ずね、一番初めに入れるようにしてください。で今ね、1分ぐらいね、炒めました。そしたらここにお水、鶏ガラスープの素、そしてお醤油を入れます。こちらをね、一度混ぜましょう。でこのようにね、全体にタケノコが浸るようにして、このまま汁気がなくなるくらいまで中火で煮詰めていきます。時折ね、こうやって混ぜながら全体にね、均一に味が染み渡るように煮詰めていきましょう。でもしね、辛くしたいよっていう場合は、ここにね、輪切りの唐辛子を一緒に入れて煮詰めてください。4分ぐらい煮詰めた状態です。
ちょうど煮汁がね半分ぐらいになってきました。なのでもう少しだけね煮詰めていきます。こうやってね時折かき混ぜながらね煮詰めていきましょう。はい、これで OK です。火を止めます。今ねちょうど6分ほど煮詰めました。でそうするとね、まあ、このぐらいかな、ほんの少し煮汁が残るぐらいですね。これでねしっかりタケノコにも味が染みてれば OK です。もしねもう少し味を染み込ませたいなっていう時は一度しっかりと冷ましてみてください。はい、美味しそうに仕上がりました。これで完成です。はい、これでタケノコの水煮で作る簡単メンマの完成です。こんな感じに仕上がりました。はい、このようにしっかり味も染み込んで美味しそうに仕上がってます。程よい厚みもあってシャキシャキという食感も楽しんでいただけます。で、あとはお好みでこのようにね最後魚唐辛子をトッピングしていただいても OK です。これで完成です。それでは早速いただきたいと思います。いただきます。うん、もうねシャキシャキですごく美味しいです。美味しい。うん、そしてねこの穂先の部分はすごく柔らかいです。うん、今回とてもねベーシックな味わいにしたんですけれども、ここにねちょい足しでブラックペッパーだったりとか、あとはねラー油をかけても美味しく召し上がっていただけます。うん、はい、ということで今日も美味しく仕上がりました。今回のタケノコで作るメンマのポイントです。まずタケノコなんですけれども、こちら切り方はねお好みの切り方で OK です。今回私はだいたい5ミリ幅ぐらいのね気持ち薄めの切り方にしました。厚切りがお好きな方は厚くね、だいたい1センチぐらいかな、そのぐらいの幅に切っていただいて OK です。タケノコはですね根元部分、中央部分、穂先といってこんな感じでね部分分けされてます。真ん中の部分はどちらかというと中間の食感で、根元のところは結構しっかりめにシャキシャキと固めの食感です。そして先の穂先というところはとても柔らかい食感になってます。なのでそれぞれ切り分けていただくといろんな食感を楽しむことができます。あとはですねもう調味料で煮込むだけなのですごく簡単です。こちらね先ほども言ったんですけれども、お好みでラー油を入れたりとか、あとは唐辛子を入れたりとか、あとはねブラックペッパーなんか入れても美味しく召し上がっていただけます。でさらにねここに長ネギを細切りにして一緒に炒めていただいても美味しく召し上がっていただけます。で今回ねタケノコの水煮を使ったんですけれども、こちら生のタケノコで作りたい場合は以前私のチャンネルでタケノコの茹で方などもご紹介している動画があるので、そちらは概要欄に貼っておきます。ぜひそちらを参考に茹でてみてください。材料は手軽で作り方もすごく簡単です。とても美味しいのでぜひ作ってみてください。はい、ということで今日はタケノコで自家製メンマを作りました。私のチャンネルでは他にもたくさんいろんな動画を配信してます。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。そして Twitter、Instagram、Facebook、TikTok、 こちらにもいろいろアップしていますので、ぜひいいね、フォロー、シェアしていただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。ということで今日はこの辺で終わりたいと思います。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。ぜひグッドボタンもよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。